日本陸連主催のみんなでつなごうリレーフェスティバル2024が5日、東京国立競技場で行われた。来年9月の世界選手権東京大会で活躍が期待される選手たちがドリームリレーを組み、1層から順に今夏のパリオリンピック、五輪代表で男子走り幅跳びの橋岡優輝、富士通女子中長距離の田中希美、ニューバランス女子やり投げの北口春香、JAL、 男子短距離のサニブラウン・ハキーム、トーレ、がバトンをつないだ。写真、イベントでリレーを走ったサニブラウンと北口春この日は俳優の小田裕二、56、が同大会のスペシャルアンバサダーに就任することも発表。北口らのリレーではスターターを務めた。パリ五輪金メダルの北口は、走ったら楽しかったと笑顔。小田が、やっぱり才能、すごいですね。あんなにフォーム綺麗だとは。 ぜひリレーにダブルエントリーでお願いしますと、無茶ぶりをすると、北口は微笑みながら首を横に振った。小田は TBS 系放送の同大会のメインキャスターを1997年から13大会連続で歴任。22年オレゴン大会をもって同役職を退いたが、3年ぶりの復活となる。97年って生まれる前、と99年生まれの田中へ問いかけ、 そのくらい長い間やらせていただいた、と噛み締めた。来週の世界選手権は、07年大阪大会以来、18年ぶり3度目の日本開催となる。北口は、みんなが足を運ぶ国立競技場になるといいなと思っています。今は現地に行かなくても見れちゃう時代ですが、現地じゃないと感じられないものがある。会場に足を運んでいただきたいと呼びかけた。